サザエさん2代目タラちゃんの声に対するみんなの反応集。同じやん。全く違和感ない。若手なのにすごいな。若手55歳。欲しいですはおかしいやろ。欲しいですできるのがタラオや。プロはすごいわ。まあ、違うな声。普通にすごい。誰や。ワカメちゃんが声変わってるやん。昔のタラオに若返ってて草。オリジナルが生きてるのサザエだけになったんやな。初代ワカメの人はまだ生きてるで。そういう意味の生きてるじゃないぞ。これで磯野家初期メンバーはサザエさんだけか。玉もずっとハテナさんが演じてるやろ。なんかしたたらず感がなくなった感。ワカメも波平もマスオもドラえもん方式で全く違う系統の声になったのになんでタラちゃんだけ前に寄せてるんや。若くなって子供感出たな。すげえ。普通の3歳児っぽい。ゼニガメの人。ゼニュー？違和感全然ないな。タラちゃんの確認のために数年ぶりに見た一般人さん、花沢さんの声にビビってしまう。花沢さんがやばい。もう何年も言われてるからセーフ。これマジで違和感ないわ。怖すぎる。前はもうちょっとポワポワしてた。再現度高い。違和感あるがすぐ慣れるな。数に違和感あるな。ワカメの方が違和感あるんだが。あの声のまま滑舌が良くなったな。一子とコウシ君とゼニガメとタラちゃんが同じ声になるとはね。今のワカメ役の人って違和感というより単純にずっと下手じゃね。感情がこもってない棒読み演技というか。ハム太郎さん。違うと思うけど悪くない。ワカメの声なんか未だになれない。晴れのちぐうの晴れ。せやな、で相川ネキノスの声は晴れに近い。数ヶ月後にはタラちゃんの声変わってたの。とか言われるレベルやな。コウシ君とゲラチョにタラオとか強すぎる。8割感。花沢さん声シャガシャガでやばいよ。まだ2代目なのすご。磯野家でカツオが2番目のベテランになってるってまあまあ世代交代できてるな。カツオの声変わってからもう30年くらい経ってるしな。なんか憎たらしさ減ったな。カツオやワカメも最初違和感あったけど今じゃ前の声思い出せないからな。どんな声だろうとそのうち慣れるんよ。ワカメは静香ちゃんだったから覚えとる。寄せないような指示を番組側がしてるわけじゃなかったんか。なんなら仙台より良さそう。いや全然違うわ。喋り方も違うし、でもこっちのが実際の子供っぽい喋り方やわ。急ですー。死んですー。サザエさんは老人も視聴者なのでゆっくりハキハキ喋らないといけないから若手は使えないんやで。もっとセリフ多い回が楽しみやな。